はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、権現です。それでは月風までの実況の続きをしていこうと思います。このね、右側の鳥からのスタートというかね、再スタートですね。ここにいる敵はイカ？イカですよね、これどう見ても。で、こいつはなんだ？これはただの背景ですね。ヨーダそっくりですね。ここにもいますね、ヨーダ。うわ、顔面が出てきましたね。倒しづらい。これはどう見てもヨーダですよね。痛い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 。これはちょっとかわしようがないな。で、これはワープかな。ふう。うわ。いきなり出てきますね、顔面が。で、これは、岩の剣で、ブロックを壊さないとダメですね。よし。ここにもいますね、ヨーダ。あれ、小入れはしゃがんだら当たらない。しゃがんだら当たらないっていうか、同じフロアにいないとダメですね。ふう。あ、お店がありますね。若いの何か買わんかね。相変わらずね、この月風までに出てくる敵は気持ち悪いですね。気持ち悪いっていうか、顔色悪いですね。紫ですもんね。それで売ってるものが、コンパスと、ろうそくと、お守りかな。で、コンパスと、ろうそくはね、これから行く、まあ、3D ダンジョンがね、これから先、まあ、出てくるんですが、そこでね、必要になってくると思いますので、まあ、とりあえずね、買っておきました。特にね、ろうそくがないと、もう通路がね、真っ暗で、ただでさえ難しいのに、もう、どうやって進んだらいいのかね、全然わかりませんので、必ずね、ろうそくは手に入れたかったんですよね。で、まあ、いっかも、敵は。とりあえずね、買うものも買いましたので、戻りましょう。で、顔面が。あれ？出てこないな。あ、ここにいた。うわ落下死。死。ふぅ。なかなか大変なゲームだな。またね、これを、この壁を壊さないと通れません。で、ここで顔面。よし。で、これは伸びるやつ。ここでさっきね、落っこっちゃいましたね。おお。ちょっとかわしづらいな。なるほど。ニューって出てきたところを、上から2発みたいな。そんな感じですね。こんな感じかな？これは、イカはね、ちょっと、しゃがんでもね、この入ってくるちっこいイカをかわすことができないので、なんだかんだでね、ゴリ押ししちゃいますね。それで、こっちかな？おわ。あれ？それで、ここはさっきとそんなに構成が変わらないですね。で、この雲が何気に強いですね。お金が40円ぐらい？
35かな。お、危ない危ない。まだ鳥居が見えませんね。痛い。ダメージを受けるとね、反対側向いちゃいますね。わあ、わあ、最悪だ。しかも剣の周りに入ってない。よし。ここは結構一方通行っぽいですね。そんなに迷わずに先にね、進めそうですね。で、なんかね、骸骨がいっぱいありますね。あ、祠がこんなところにありますね。入りましょう。よくぞ来られた勇敢な戦士よ。相変わらずね、顔色が悪いですね。ここは鬼の顔と書いて祈願塔。あ、祈願塔、なるほど。殺された鬼たちの怨念がさまよう呪いの島じゃ。恐ろしい場所ですね。特にたたりの洞窟へは近づかぬがよい。行き場のない恨みの魂に食われてしまうぞよ。怖いこと言いますね。あ、そうですか。じゃあそのね、たたりの洞窟にまあ行かないとね、行けないわけなんですけれども、こっちはなんだ、お店。若いの何か買わんかねと。何も買えない。あ、買えるか。赤い玉は私持ってますかね。赤い玉は持ってないですね。じゃあ赤い玉だけ買ってね、帰りましょう。あ、そっか、お金がもうないのか。100円しかない。ということはこの右に入っていけばいいのかな。あ、右じゃない、左に入っていけばいいのかな。なんかこうとっさに右と左ってね、間違えちゃうっていうのは年なのかな。ちょっとやばいかもしれないですね。あ、剣をね装備してないですね。この辺にいましたね、確か。なるべく痛い。体力を温存したいのですが、ちょっと無理かな。絶対ダメージ受けちゃいますね。あ、薬がありますね。薬は私持ってますよね、確か。これですよね。使っちゃおう。一個一個ね、このブロックを壊さないといけないですね。で、雲。うわ、きつい。あ、ここも全部壊せるんですね、これ。すごい。上の方とか登っていってもあんまり意味がない。しかも敵が復活よ。痛い。ここも出てくる。あ、雲か。ジャンプして段差を利用。あれ、どっか行っちゃいましたね。うん、こいつは強い。強いので無視。ふう。階段がありますけれども、こっちは何ですかね。ん、あれ、ここにも階段がありますね。まあ、この階段がおそらくね、さっきのおじさんが言ってたね、たたりの洞窟でしたっけ、だと思うのですけれども、ちょっと入ってみましょうかね。あ、
3D ダンジョンですね。あれ？ろうそく。ん？あれ？一回入ったらこれは出られないのかな？ですね。まあ、ちょっとね、短いんですが、今回はね、ここで一回、切りまして、また次回ね、この 3D ダンジョンを、まあ、改めてね、やっていこうかなと思います。はい、それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、権現でした。